こんにちは。2月の13日水曜日11時を迎えしました。大ちゃん、うたさんの人生楽しみましょうの時間がやってまいりました。パーソナリティの片山大蔵です。こんにちは、翔さん。どうもこんにちは。2月の13日バレンタインデイイブですね。そういう言い方するんですか。そうですね、バレンタイン。いや、スタジオはすごいですよ、本当に。もうなんかね、カラフル。もうお菓子屋さんになったんじゃないかって感じなんですけど、本当にファンの方が皆さん集まってくれて、これね、全部太るよ、ね、ケーキにチョコに、まあ、なんかやっぱいちごが今美味しい季節ですからね。いいですね。ありがとうございます。どうも本当ありがとうございます。わざわざ寒い中モレラスタジオで、あの、皆さんみんなで食べますからね。ありがとうございます。風邪ひかないようにしてくださいね。本当ちょっとすいませんね。もうバレンタインですよ。バレンタインデーで、あ、こんにちは。いやいやいや、ね、バレンタインデーで川柳作りましたよ。はい、よーよー、いきなりですよ。はい、バレンタイン、食いたいチョコを渡す妻。どうですか。食べたかったんですね、本当はね。食べたいのを買ってきて、はいはいはい、一緒に食べようとかいうやついるじゃないですか、はいはい。まあ、俺は今妻いませんけど、はい、ふざけんなよ川柳ですね。いやいや、いいですね。ということで今日も一日頑張っていきましょう。はい、はい、ということで、もう本当にね、バレンタインデーイブなんですけれど、確定申告イブイブイブぐらいなんで、今日のゲストがいらっしゃってますんで、戸塚税務署さんです。こんにちは。こんにちは、戸塚税務署副署長の田原と言います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、田原さん。はい、はい、こんにちは、戸塚税務署個人課税一部門の津島と申します。よろしくお願いいたします。津島さん、こんにちは。個人課税一部門、二部門、三部門っていっぱいあるんですか。4部門までございます。あれでしたよね、仕事いろいろ分かれてて。そうですね、分担してやっております。はい、この季節みんなね、ちゃんとね、税金の確定申告ももう始まってますからね。まあ始まってないですよね。始まってないですっけ。始まってますよ。あ、18日からですね、正式は。正式には18日からなんですけれども、うん、もう早めに、ご相談に、お見えにいただいている方とか、作った書類、申告書を、ご提出にいただいている方ももうすでに多くお見えになっていただいております。あ、でもまだ18日からなんですね。はい、はい、いや、いつでもフライングオッケーって言ってそんなことないです。いや、このね、田原さんは、はい、熊本出身で、うちの息子のなんかところ近所で住んでらっしゃったところで、はいはい、私は熊本市内で、息子さんなんか植木町で、はいはいはい、スイカの有名な、植木町でなんかスイカを作ってらっしゃると聞いて、はいはい、なんかえらい親近感を感じております。ね、はい、九州の方とかやっぱ強いですね、こう絆がね。あ、そうですよね。なんか都会になればなるほどちょっと薄れてきますよね。九州本当にいいですよね、面倒見いいし。九州よく行ってますよ、僕は。上の方ばっかですよね、はい、たまに鹿児島行きますけどね。はいはいはい、はい。じゃあ鹿児島の方、熊本の方、翔さん、ちょっと今度ライブでちょっと開催してください。はい、いやいやいや、行きますよ。勝手に行きますからね。はい、だからそう、だから田原さんはちょっと意識してんと、会話中にもしかしたら熊本弁が出るんで、はい、皆さんこう耳を立てて聞いててくれんと、あ、イントネーション違うとか分かるんで。すいません、もう本人は共通語の喋ってるつもりで話してるんですけど。全然大丈夫ですよ、はい、ちょっと緊張するとなんか、はい、ついつい字の言葉になるかもしれませんけど。いや、いいじゃないですか。すいません。いいじゃないですか。で、また津島さんがすっごい字書いてる。津島さんって難しい字書いてますよね。はい、反対の体に馬です、簡単に書くと。はい、ああ、それがこのあれですね、斉藤さんとかの難しい体になったりするの。はいはい、難しい字なんです。単純にすると賛成反対の反対ですね。そうですね、島列島の津島さんですね。そうなんです。ただ出身は青森なんですけども、青森には多い名前なんです。あ、そうなんですか。はい、おー、津島さんね、いいじゃないですか。すごいですね、青森。でもなんか名前ってこう わざとじゃないですけど、まあ、正式にはこう書くんですよね。そうです ね、難しい字で書きます。こっちの方がいいとかいうのもありますし、これいいじゃないですか、すごく。ありがとうございます。津島さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。すごい、すごい津島さん笑顔になった。いや、もう翔さんの顔見てたいから、はい、目の前に座らせてくださいって直々にお願いされたんです。ああ、そうですか。横に行きましょうか、じゃあ。ありがとうございます。で、また翔さん、また今日もハガキいっぱい届いてますよ。はい、ありがとうございます。で、また今日はなんかダーンと荷物まで届いちゃって。そうなんですよ、これ
ダンボールで届いた。大ちゃんにもあの俺もらいいただきましたよ。あのゴディバ、ゴディバとダビデっていう歌詞いませんでしたっけ。あ、ヘドバとダビデですね。古いなこれ、知らないかなみんな。ナオミの夢、知りませんか。一人見る夢は素晴らしい。ということでいただいたのはですね、埼玉県のマコピーさんからいただきました。マコピーさんどうもありがとうございます。俺を太らせてどうするんだよマコピー、なんとね、あた大ちゃんね、はい、これあの往復ハガキ使おうよとかいう話したじゃないですか、はいはいはい、ちょっと感動した俺、新しい往復はがき、ね、封書に、はい、手紙が入ってて、はい、その中に普通のはがきが入ってる、はい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 、真っ白な、はいはいはい、でこう普通往復はがきってこうくっついてきてさ、はいはいはい、片方が白でそこにまあサイン書いて送ってねとかじゃない、こう彼女はチョコレートとともに封筒にお手紙書いて中に白いのが、はいはい、いいですね、手書きでちゃんと住所書いてる、素晴らしい、マコピー、埼玉県マコピーでつくんでしょうかペンネームということでいただいたのが、いつもたくさん元気をくれる大ちゃん、太田さん、翔さん、ひろくんへ、バレンタインデーなのでマコピーの愛を送りました、受け取ってください、いらんかな、いるよ、まあ全然ありがとうね、どうもありがとうございます、はい、で、はがきには何か書いていただけたら嬉しいのでハガキ入れました、ペンネームマコピー、このの一番いいいたずらはこのまんま送っちゃう何にも書かないでそうそう、マコピーのとこにこの62円の消印だけ押されて、あーみたいな、あのマコピーさんは、はい、ラジオネームを本当に自分の名前の宛名にしちゃったんですよ、いやいや本当あ大丈夫大丈夫、冗談ちゃんと書いてあるんですよ、なんだもちろんじゃないですか、でマコピーにこれね、ただ白紙のハガキが届くっていう、いいですね。ね、拍手みたいな感じですね。いやでも何、はい、ヒロ君の、はい、あげないんじゃないけど、あれも大好評ですよね。あ、なんかそんなあがきも来てましたよ。ヒロ君のあげないっていうのを言ってもらいたいとか言うやつ。ヒロ君いないんですよね。昨日の夜11時ぐらいに、はい、あの明日は行けませんってラインが来ました。あ、ちゃんと来るんですね。前日の夜中にね。10分早で。はい。そうですか。たくさん来てますけど。じゃあ曲の最中選んでもらって、そうですね、なんかちょっとあとこのチョコレートとケーキとちょっと食べたいかな、あ、東戸塚日が出てきましたよ、晴れ男、私のパワーで、本当だ、大ちゃんはさ本当に雨降らすからね、すいません、さあということでじゃあ今日の一曲目行ってみましょう、はい、懐かしいナンバーで横浜銀杯さん、お前に来た、はい、横浜銀杯でお前に来たお届けしました。この放送はラッパーツーバッカーの前澤さんが経営するキッズ、高齢者、障害者などのダンス教室、ね、戸塚の地下1階でやっています、スタジオユニスタの提供でお送りさせていただいております。ユニスタさんはですね、あの小さい子たちのダンス、そういうのも力を入れてまして、今度3月の何日だっけかな、戸塚ソングコンテスト3月2日にありますけど、その時もね、ちびっ子たちのダンスさんも出てくるみたいですし、皆さんぜひ応援してもらいたいと思います。ダンスキレキレ、黒顔負けのパフォーマンスを見せてくれます。未経験者大歓迎です。ぜひ戸塚の地下1階のユニスタに顔を出してみてくださいね。そして免許返納した方にもサービスしてます。平戸交差点すぐそばにあります車高架買取のアップル戸塚店、ね、ちょっと今ヒロ君の真似してみました。ダメですこれ、ね、そして真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の江南中央駅すぐそばにあります清水公益社サバスホールさん、そして戸塚区戸塚町をはじめ最近横須賀に支店を出しました、関東関西にも展開してます植木屋さんガーデンエクスプレスの提供で放送させていただきます。大ちゃんどうぞ。いや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 、なんかギャラリー多くて嬉しいですね。ああいいですね、もう可愛い女の子たち、女の子、ね、女の子ですよ、女の子です、はい、1、10、100、1000、まあ、1万人います、はい、ありがとうございます、寒い中ね、いやいやいや、はい、なんか、はい、川柳がいっぱい届いて、でまたですね、俺のちょっと川柳じゃない、これは川柳いるか、俺のところにはハガキをお店に持ってきた人がいるんですよ、あ間に合わないからって言って、間に合わせたいとね、間に合わせたいと、せっかくね、対馬さん、田原さん、ね、事務所の方いらっしゃって、
うん、それにまつわるものとかも、もうそうですね、やりますか。いや、先にまずこの届いた川柳紹介しちゃった方がいいですよね。いきますか。あ、いや、やりましょうね。じゃなきゃちゃんと本当に、はい、あ、いやいや、いや、川柳紹介やった方がいいですよ。あ、行きましょうか、うん、じゃあ出しますよ。ですね、フォークハガキできましたね。フォークハガキいいじゃないですか。パーソナリティの手間も省けるし、ですね、説明しておきます、リスナーさん、はい、あの往復はがきで来ていい内容であれば翔さんがサインしてお送り返します。もしもダメであればダメとか、そしてあのはがきだけ郵便局持ってって一歩監禁するっていう、ひどいですね。一歩間違えたら本当白紙で帰ってくるとかね。そうですね、ちょっと炙り出しとか面白いですね。そうですね、だからちょっとそうしたら本当にオフ会議でやれば本当に良ければ翔さんがサインしてくださってお送り返します、はい、じゃあ大ちゃん歌さんの人生楽しみましょう、ふざけんなよ川柳いただきました、はい、いつもありがとうございます。タブさんです。あのね、盆サイダー、盆サイダーっていう所長、あのサイダーがあるんですよ。で、盆栽だっていうのがあって、盆栽やってる人たちのためのサイダーみたいなのがあって、それが送ってきたらちょっと先々週ぐらい盛り上がりまして、盆栽だっていうね、のがあったんで、みんなにプレゼントしようって1本だけサイン入りでやったんです。で、みんなだからハガキいっぱい来た人外れましたね。それで怒りのふざけんな川柳です。盆栽だ、外れて飲んだセブンナップ、もうふざけんな。いいな。あのさ、それあのいろいろ応募してくれて当たってるのもあるんだけど、欲しいところに当たらないって。白紙で送ります。奥はがき白紙で送りますね。そしてですね、皆さんこんにちは、こんにちは、ペンネーム白髪増えすぎショックちゃん、わかるな。あ、皆さん、俺今あの60ですけど、俺髪の毛染めてないですから、それだけは自慢なんです。俺も染めてないです。違う、その染めようがねえじゃないか、大ちゃん。何、面白いな。スキンヘッドは関係ないです。これ面白いですね、このトークね。お願いしましょうか。60過ぎても白髪染めしてないショーです。必要のない、いや、大ちゃんです。さあ、白髪増えすぎショックちゃんね、いいじゃないですか、白髪染めしてください。皆さんこんにちは。このハガキ作ろうは雪の影響はどうなんでしょうか。積もってないことを祈っています。ここで一句、暇さえあれば考えてるんですが、なかなか面白いのが浮かばず、真面目な川柳ですいません。真面目な川柳になりました。モネさんの、モネさんっていうのは大ちゃんの、ね、ありがとうございます。コーヒー屋さんですね。モネさんのみんな大好きナポリタン、あ、嬉しいですね。ナポリタンタンっていうのもあるんですけどね、翔さんが作ったんですよね、はいはい、ナポリタンの具にタンタン麺の頭が乗っかるっていうナポリタンタン、翔さんがこういう担々麺みたいなナポリタンが食べたい。そうですね、モネさん の作ってくれる料理担当の方たちに、そんなめんどくさいこと言うなって言いながらもなんか作っていただいて、いや、それから本当のこと言ってしまうと、はい、ナポリタンタンって言いたかっただけですよね。そうなんです、翔さん辛いのダメですよね。心がいいんで俺辛いのダメなんで。ナポリタンタンに粉チーズいっぱいかけて食べて、ふざけるな。2019年も美味しい戸塚のブランドに認定したいです。大ちゃんおめでとうございます。ありがとうございます。いただきましたね。そしてですね、整理ができないところです。あとはあいうえお作文ですね、はい、ということで、以上私の方の、ふざけんなよ川柳は以上です。じゃあうちのお店に持ちきてくれたペンネーム、はい、ちいちゃんいちごさんの、ちいちゃんいちごさん、はい、ありがとう。翔さん、大ちゃん、歌さん、ひろくん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞いております。はい、突然ですが川柳を。いいですね。毎日の小ロックでパワー100。ショーロックって、ああ、ヒムロックみたいなもんですね。ショーさんのロックロールですね。いや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 、ショーロックっていうのは、うちのお店でショーロックってメニューがあるんですよね。あ、ちょ、ショーブレンド、ショーブレンドロックでってありますよね。そう、はいはいはい、なんだっけ、ショー、ああ、なるほど、そこを引っ掛けてるわけですね。うん、もう一回言ってくれますか。毎日、毎日ショーロックで、うん、パワー100。素晴らしい。仕事前にショーロックを飲んで最高ってなったりするんですよね。なんか川柳みたいになってませんね。今週末また雪とか、皆さん風邪をひきませんように。で、第2弾がまた来てます。お、それ大掛かりで来てるんですか。これ1枚ずつ持ってきて、でもその代わり持ってきてから使え
消しないんですよね。あ、じゃあそのハガキに間違えたってやって、あのそうですね、書き直してリサイクルみたいなね、はい、いいですよね。第2弾、大事だ。この時間はワンコを膝に乗せマッサージをしながら聞いてます、うん、足がしびれぜ。ここ最近とあるお店では、うん、e-tax の告知が流れているんです。確定申告近いんですよね、うん、そこで、うん、出向くより、うん、お家で楽々 e-tax、 これすっげーうまいですよね。なんか全然ふざけてないじゃないですかねえ。あー、戸塚税務署の拍手が。え、た、田原さんどうですかこれ。もう素晴らしいですね。もう私たちが三日三晩考えた以上にもうよくこんなのが出るなと、本当すごいなと思います。スッと入るといいですね。これすごいですね、うん、はいはい、素晴らしい。あ、オフカーキじゃないから翔さんのサイン送れないや。いや、送ってあげるって前に送ってあげるよ。ね、タムさんのやつのタムさんのおかげのやつを一枚半分切ってあの、いやいや、あの切って郵便局行って新しいハガキもらってそれに書いて別の人に送るっていう。あー、タムさんごめんなさいいやいや、ちょっと待った、またこのまま流れで行ってしまうと、はい、あんまりよろしくないんでしょうから、はいはいはい、ちゃんと税務署さんがいらっしゃってるから、うんうん、税務署さんの告知をちゃんとやっとかないと。そうですね、コーナー流れていっちゃいますよね、うん、そうですね。ちゃんと、じゃあぜひ田原さん、もう近づいてきますんで、じゃあ本当にちゃんと今日のゲストをご紹介させていただきます。戸塚、はいはい、税務署さんからお越しで、田原副署長さんです。はい、こんにちは。はい、よろしくお願いします。こんにちは。で、一緒にいらっしゃってる対馬さんです。対馬です、よろしくお願いします。そうですね、この大事な告知だけしないとダメですよねあの以前にも何週間前に所長がいらっしゃったんですけど、所長、翔さんの顔を見てて大満足しちゃったみたいでちょっと何告知がちょっと少なかったかな、薄かったかなって感じがするので。所長はちょっとね、テレ屋さんなんです。だってすっごいお喜びされてましたもん。そしてね、次所長はテレ屋さんだから副所長に降りてきて副所長がテレ屋だとどうする、あのバンバン言ってくださいね、いろんな税金の話。はい、はい、いや、もう本当どうぞ、もうしっかり言うことだけ言っとくない。俺はあのちょっとしばらくあのおとなしくんですか。チョコレートタイムに入ります大ちゃんよろしくね。はい、いやいや、どうぞどうぞ副所長。はい、じゃあ、あのすいません、戸塚税務署からですね、あの確定申告に関するお知らせをさせていただきます。あの確定申告の時期になりますとですね、毎年あの戸塚税務署の中にあの申告書作成会場というのを設けております。で、今年はですね、2月の18日月曜日、来週の月曜日から、3月の15日金曜日の約1ヶ月間開設をすることにしております。はいはい。そして、土日なんですけれども、まあ、通常、税務署とか土日は、やってないんですけれども、2月の24日の日曜日と、うん、3月3日の日曜日、この2日間に限ってですね、申告書の作成会場を開いておりますので、この2日間につきましては申告書作成会場で、申告書を作っていただくご相談とかですね、作っていただいた申告書をご提出をいただくと、そういったことは受け付けておりますので。え、でも全部の仕事をしてるわけではないんですよね。はい、ちょっと税務署においでていただく用事としたら、例えば税金を納めていただくとか、納税証明を欲しいとかいうようなことでお見えになられる方も多いんですけども、ちょっと申し訳ないんですが、この2月24日と3月3日のこの2日間はちょっとそういった業務は、やってないとか、はいはいはい、いうことでございますので、臨時に空いてるから、はいはい、ご注意をお願いします。これ時間ってでもどうなんですか。はい、申告書作成会場のですね、作成のご相談というのは午後5時まで、やっておるんですけれども、ちょっと例年、非常に大変多くの方が、お見えになっておりますので、ご相談の受付ということで、受付がですね午後4時までとなっておりますので、申告書の作成のご相談でですね、この税務署の作成会場においでていただく場合は、午後4時までに、お越しくださるようにご注意をできればと思います。もう4時ぐらいにしとかないと本当に長蛇の列になってしまうから、はい、もう今年からちゃんとしたサービスであましお待たせしないように心へんっていうような感じでやりましょうと。はい、はい、はいはい、親切ですね税務署さんって。いやいや、もう本当はですね何時でもっていうふうにこうしたいんですけど、ちょっとやはりなかなか職員の数の限りとかそういったものもありますので、で多くの方もお見えになるということで、ご理解をいただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。だってこの期間で何万人がいらっしゃるんですよね。
そうですね、去年で、この約確定申告期間中1ヶ月の間で申告書のご相談と、まあ、申告書を出しに、来られた方も含めると約2万6000人の方がですもんね、はい、約お見えになってますので1日平均すると、まあ、1000人以上の方が、うん、それはもう本当にちゃんと職員さんも大変だから、はい、ある程度もしょうがないなって話ですよね。すいません、はい、いや俺もねずいぶん前まではほら親父とかおふくろもね、はい、やってあげたりとか自分のもやって今も税理士に任せちゃってますけど、やっぱ戸塚税務署坂道登って行きましたよずっとね。でやっぱほんと混むのギリギリになればなるほど、一番最初と一番最後ぐらいがやっぱし、うん、超ピークなんですよね。だからまあそのね分からない人はで結構大変そうに思ってもやり始めちゃうとねすごくみんな親切に教えてくれるし手続きも簡単だから早めに動いてくれた方がいいかなって俺も思いますね。そうですね。でも今なんかいろいろねパソコンでもできるさっきもありましたけど、それってどうなんですか、年配の方とかでもこうやりやすいのかな、イータックス。そうですね、うん、画面を見ながら、うんうん、ね読みながら進んでいけるような風になってますので、ずいぶんご利用しやすくなってると思います、ね、でそれこそ何隣に説明してくれる人がいたりもするんですもんね。税務署の会場には入力のサポートするものおりますので、うんうん、そうだよね、はい、うん、でそれこそあれ今年あたりから何携帯のアプリできるよとかいうのも始まって、なんか番号ともらえるとかなんとかってありましたよね。はい、今年の1月から、うんですね、スマホで確定申告ができるようになっております。うん、おー、そうなんですか。はい、あれでも番号かなんかもらわなきゃいけないですよね。そうですね、利用者識別番号 ID というものですね、うん、あとそれに設定する暗証番号パスワード、うんうん、ID パスワード方式と呼んでおりますけども、ID とパスワードでスマホから申告ができると。ただその ID パスワード事前に税務署にお越しいただいて、うんうん、ご本人確認させていただいた上で、うん、ID パスワード方式ご利用いただけるようになっておりますので、なるほど、もうすでに届け出されている方につきましては今年からご利用いただきたいと思います。だからじゃなきゃ今年本当に確定申告行ってそこで ID パスワードもらって帰ってくると来年は大丈夫だよって話ですよね。そうですね、それも一つの方法ですね。ですよね、はい、すごいよね、スマートフォンで何でもできちゃう時代だよね。そうですよね、なんかここ何十年で信じられないよね。宇多さん未だにスマホじゃないか使いませんけど、ガラケー親父ですからね。ダメですね、ただスマートフォンで、はい、ご利用いただけるんですけども、うん、一番おすすめしたいのがですね、うん、サラリーマンの方が、うん、まあ、年末調整で一度税金の精算終わってます。そうですね、まあ、基本的に確定申告の必要はないんですけども、うんうん、医療費控除したいとかですね、はい、あとふるさと納税をされたので寄付金控除したいとか、はいはい、そういったサラリーマンの方が医療費控除したい、うん、寄付金控除したいという場合にはですね、専用の画面をスマホでご利用いただけるようになってますので、あ、なるほど、ぜひ、年末調整を終わらせてるサラリーマンさんは必要なものは画面上 でわざわざ行かなくてもできるっていうやり方があるってことですね。そうですね、 ID パスワード方式をご利用いただいて、うん、源泉徴収票をご覧いただきながら、うん、画面に沿って必要事項をスマホで入力していただく、おすすめでございます。だからですね、翔さん、スマホだから、うんうん、夜中の12時とかにもやってもいけるんですよね。そうなんだけどさ、うん、いや、とても便利なんだけどさ、俺スマホを老眼が進むとさ携帯でかい画面にするんじゃんかさ、でもそういう種類って小さいから広げるでしょ、ほんと上行って横行って下行ってまた左戻ってみたいでさ疲れちゃうわけよ。だからまあね、まあ、若者はいいかもしれない、要はその60歳に満たない若造どもはそれでいいと思うけど、まあ俺の年になると辛いのよ。だまあでかいパソコンの画面の方がいいと思うんだけどね。その時にもう何年か前に俺推奨してんだけど、おじいちゃんおばあちゃんがお孫さんを呼び出せと、うんうんうん、でちょっと確定申告したいから孫にパソコンの操作を教わりながら入力すると、そうするとお孫さんも税金って身近になるじゃないですか。そうだね、またはおじいちゃんが孫呼ぶのにいい口実になるじゃないですか。なるほどね、うん、それで家で e-tax やってると一番いいんじゃないかっていうのを俺は推奨してるんですよね。素晴らしいね。そうですよね、うんうん、それ一番いいと思うんですよ。そういうね、こうつながりを作りながらね、うん、だから今俺彼女にやってもらいたいけどね、どこすんだみたいな
ここかみたいな。ちょっと広げてくれとか、あ、それスマホか。検索みたいな。なんか、まずいっすね。なんかちょっと違うとここに。いや、ちょっと。俺こんな男じゃないんですけど、なんか。すいません。ぜひコミュニケーションツールとしてもご利用いただきたいと思います。素晴らしい。じゃあ田原さん、ちょっと整理してもう一回情報を流してくださいよ。はい、言ってください。はい、じゃあちょっと繰り返しになりますけれども、はい、今年の戸塚税務署の中のですね、申告書の作成会場の設けておる期間というのが、来週月曜日2月18日から、3月15日金曜日までの約1ヶ月間でございます。で、土日につきましては、2月24日日曜日と3月3日日曜日、この2日間に限って、申告書の作成のご相談、それと作成済みの申告書のご提出のみ対応をさせていただいております。それと申告相談会場での作成会場でのですね、申告書作成のご相談というのは受付をさせていただいておりまして、その受付の締め切りが午後4時までということになっておりますので、午後4時までにお越しくださるようにお願いします。それとあともう一点、すいません、ちょっと追加なんですが、はい、この期間ですね、ちょっと税務署の駐車場スペースが非常にちょっと狭くなっておりまして、うん、税務署に、お越しになる方、お車でお見えになられる方が非常に多くて、なかなか駐車場に入れなくてですね、税務署近くの道路が渋滞を巻き起こして、ちょっと近隣の方々にご迷惑をおかけしたりするということもありますので、毎年1月中旬から、税務署の駐車場は大変申し訳ないんですけど、閉鎖をさせていただいております。もう今現在もちょっと閉鎖しております。で、3月のですね15日までこの税務署の駐車場というのをちょっと閉鎖させていただいておりますので、3月の15日までに税務署においでになる場合、これはもう申告書の作成相談に限らず、納税だとかですね、他の用事でお見えになられる場合も同じなんですけれども、3月の15日までは公共交通機関などをご利用いただくか、もしくは税務署近くの民間の通常の有料の駐車場などをご利用いただきますようにお願いをいたします。いろいろお願い事ばっかりで申し訳ないんですけど、この時期多くの方がお見えになるということでですね、そういったご事情をご理解いただいて、ご協力の方よろしくお願いいたします。以上でございます。素晴らしい。駅まで来てうちのお店でコーヒー飲んで、さあそれで税務署行って申告書、それが多分一番いいパターンだと思いますね。いいですね。歩いて大したことないです。そうそう、大ちゃんのところ歩いてって、そうするとね、プチラパンさんと パン屋さんもありますしね。そうですね。その先行ってグッと上がってもらうと、地元だな、うん、話が。いやいや、田原さん素晴らしいじゃないですか。そうですか。いや、所長よりもいい点数あげますよ。すごく緊張してるんで。そうですか。俺そこでですね、はい、ちゃんと今日は宿題で、はい、税務署さんのあいうえお作文作ってきました、うん、あ、そういえばそんなことを言われた覚えがある大ちゃんに俺。先週のことなんてわからないって言われる、はい、はい、あ、いいじゃないですか。税金でちょっと作ってきました。税金、はい、はい、ぜ全員が、い、行きましょう、うん、き、期日内、ん、申告へ。素晴らしい。んの場合は2文字目でもいいです。いいですか。はい、きれいでしょ、でもね、全員が行きましょう、期日内に申告へ。素晴らしいですね、税金ね。そうですか。じゃあ、はい、俺行きますか。あるんですか。ありますよ。もう今日来てから考えましたからね。言われて、あ、忘れてると思って。はい、確定申告の確定でいきます。はいはいはい。じゃあ俺が行きますね。はい、お願いします。か、簡単で、く、苦しくないよ。て、手続きは、い、いいね、イータックス。あ、なんか綺麗綺麗。はいはい。まあまあ一応喋りすぎたろうでございます。タラさん、はい、津島さんとともにもちろんね、宿題はこの番組に来ていろいろ話すためには、そういうあいうえお作文とか川柳をやらなきゃいけないってことはご存知だと思いますけども、はい、もう3連休の間もうどこにも行かずに辞書片手にずーっと考えておりました。ねえ、素晴らしい。じゃあ、あれですよ、税務署の方って固いイメージありますけど、全然そんなことないんですよ。優しいですしね、はい、よろしくお願いします。じゃあまず津島の方から。じゃあ、はい、僭越ながら、はい、翔さんのお名前をお借りしてよろしいでしょうか。あ、もちろんです。ありがとうございます。負け方は
どういうふうに分けたの？しようと見せて、ね、しようで、はい OK、はい、じゃあ翔さんお願いしちゃっていいですか。じゃあいきます、よろしくお願いします。津島さんの作品です。し申告はよよろしくお願いいたします。おう、うちから送信 e-tax。 素晴らしい。これでも紙に書いてきてるんですけど、ちゃんとよろしくが漢字になってますね。漢字になってるんですよ。さすが。え、津島さんは世代ですか、翔さん。小学校から中学校でございました。ありがとうございます。だから出てくるんですね、そのよろしくの字が。え、普通みんなそれぐらいですからあの会場、森永のスタジオの外のファンがみんな拍手してますよろしくって言ってますけどね、はい、はあ、それでおしまいでいいですか。もう心残りじゃないんですか。大丈夫ですか。一つだけで、はい、一つだけでいいですねじゃあ少々、じゃあ私はですね、はい、今あの翔さんの名前だったんで、はい、私の方はあの大蔵さんの名前で作らさせていただきました。大蔵うでお願いいたします。はい、はい、じゃあ俺がいきましょうか。はい、じゃあ田原副所長の作品です。だ大丈夫、いイータックスならぞ贈与税でもうまくできますこれあのなんでかというと、あのこの時期ですね、皆さん所得税の確定申告のイメージなんですけど、はい、実はですね、贈与税っていう税金、はい、まあ、お金とかこう財産をこう一定金額以上もらった時に払っていただく贈与税というのがあるんですけど、はいはい、実はこれもですね、2月の1日から3月の15日の間に確定申告しないといけないと。で、あまり知られてないんですけど、これも実はあの e-tax で簡単に申告ができますので、ぜひもし贈与税を申告されるような場合はですね、この e-tax でというのもご検討いただければと思います。すげー、すごいですね。なんか今回の戸塚税務署このメンバーは素晴らしいですね。俺過去何年間お招きしてますけどこんなね、初めてです。こんなすごいしっかりしているゲストはいないですよね素晴らしい。下手したら歌さんより滑らかですよね宇田さん話しかけないとずっと黙ってますからねカエルみたいになっちゃってねすごいな、これは素晴らしい。じゃあとりあえず締めときますか。所得税で、あ、よろしく。あいうお作文、所得税、はい、将来をと共に支える、く国の、読めないよこれ、津島ちゃん元でいいな。あ、所長が言ってどうする。基金の木で元でしたね。俺が作ってないっていうのはバレちゃいましたね。将来をと共に支える国の元、税金がつなげる今と未来。お、素晴らしいですね。これ実は田原さん作ったんですよね。これはそうですね。すいません。俺にくれて俺に売ってくれましたけど。ありがとうございます。アイウェオ作文ですね。実は来てるんですよ。お、往復はがきでいただきました。ペンネームレレレのおばさん。みんな俺好きだな、俺こういうの考えるの。翔さんのマル秘メッセージが欲しいな。秘密にするからヒロリンのあげませんは未だに笑ってますっていうですね、レレレのおばさんから往復はがきいただきました。メッセージ、秘密のメッセージ書いてこいってか、お前っていうか、はがきじゃバレちゃうじゃんね。俺が秘密のメッセージ書いて投函したら、レレレのおばさんのとこ行って誰かが見たりとか、と郵便屋さんがね、いや、あげないだったら意味わかんないですから。あ、まあまあでもこれも俺の、62円はがきになりますいただきました。あいう作文賞で生きてもらってます。翔さんこんにちは。去年初めて翔さんのアコースティックライブを見て、ダンディーでとても素敵だったなと感動しました。今年もいろいろなライブを期待してます。4月7日ゆるライブはとても楽しみにしてるよ。 ありがとうございます。ゆるライブね、4月7日サムズアップ横浜でやりますので、皆さんぜひね、サムズアップ連絡してくださいじゃあチケット買います。では来ましょう。あいうえお作文翔で、し翔翔っていつも元気なおしゃべりすぎ太郎、長えなお前、よ酔ってないけど暴走トーク、でもうっとりするような歌声にいつも私は癒される、ハートマーク2つ。はい、じゃあ何も書かない秘密の手紙を送りたいと思います最近ね、あいう作文ね、みんな舐めてるんだよね。
ペンネーム無口な妹、リクエスト曲来てますね、少しだけ好きなんだ。お中森明菜ね、来週かける今日はかけないよ。愛用作文、先に文章を考えたんでなんかこんなお題になっちゃいました。愛してない、なんだこいつあ、ある日のお出かけ、い、一角にある電車コーナーを見たいため、し、喋り杉太郎くんとママは一緒にデパートへ、あーあはは、俺のガキの頃の思い出ね、て、てんてこまいで夢中になってたらはぐれてしまい、な、泣いてしまう、い、今はロックと尖っていても喋り杉太郎は、キャラ崩壊、うるさいよこれ、いやいやいや、あるラジオ番組で、思い出に残って懐かしい子供の頃の話ありますかみたいなこと言われたんで、菊屋さん、戸塚の、はいはいはい、西口やった、西口に菊屋さんがあって、菊屋さんって、まあ、3階建てぐらいそうです、ね、デパートみたいなのがあって、はい、おもちゃコーナーがあって、そこに昔はプラスチックでこうやってつなげる電車があったじゃないですか、はい、ありましたね、それが欲しくて、それ買ってもらってずっとそれを鏡のところでガタン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 ってやったら迷子になっちゃったんですよね。おそんで非常に悲しい思いをしたっていうような話をしたんですね。それを聞いててくれたんですね。だけどお題としては愛してないになっちゃってね、普通愛してるだよね、もうちょっと考えようねということで、無口な妹さん、しかもお前自分の書いてないよ住所気をつけましょう。はい、ということで以上いただきましたね。これ だけですね、みんな読みました。はい、ということで大ちゃん、他にはありますか。いや、もうこのまますぐ曲いっちゃった方がいいんじゃないですか。あ、いきますか、そろそろ、はいはい、そんな時間ですか。それではですね、次の曲何かけるんだっけかなそうだからね、リクエストされた方曲来週流しますんで、うん、あ、そうですね、2週楽しみましょう。そうですね、ムズムズしてる、なんだっけ曲、ジェームス・ディーンのように。あ、俺さ、この間ジョニーと会ったの、はい、久々に横浜銀河のジョニーとちょっと懐かしくなって、いろいろ話をしました。俺が歌ってる方ですけど、皆さんよろしいですか聞いてください、ジェームス・ディーンのように。はい、ジェームス・ディーンのように、あかねさんのお弁当の主題歌でしたね。懐かしいナンバーです。ジョニーが歌ってましたが、私が取り直しました。どうもありがとうございます。横浜銀杯ショーの、ライブがあります。ショーブロスボリューム7、ロックノールパーティーゆるライブが、横浜駅西口ジョニアス3階のサムズアップで、4月の7日の日曜日行われます。グリースに、いた桃太郎来ますね。あとブラックバードで行きます。川戸正和も遊びに行きます。オープン17時半、スタート18時半、チケット5000円です。サムズアップの方まで電話予約してください。予約順、チケット順番ごとの入場となります。ご了承ください。ワンフールドワンドリンク別途かかります。サムズアップ電話番号045-314-8705、045-314-8705、サムズアップまでチケットの予約をしてください。そして、今週ですけどね、2月の17日、はい、萩中音楽祭の第2回萩中音楽祭ファイナルステージにゲスト&審査員で行ってきます。戸塚音楽祭をね見て感動した大田区の人たちがですね、萩中商店街でも、音楽祭をやろうということで立ち上げて、今年で2年目になりました。あそこの商店街フラッグ商社のダーってやって爽快ですよね。大田区にあります、大田区民ホール、小ホール、アプリコ小ホールで、2月の17日に開催されます。詳しいことは萩中商店会のホームページがありますので、まだチケット若干残ってるようなので、ぜひみんな俺に会いに来てください。もちろんライブもやりますので、ね、お楽しみにしてもらいたいと思います。あのフラッグのところ写真撮るだけでも価値がありますよね。そうですね、うん、なかなか素敵な商店会で、ポスターもすごいバッチリになってるし、僕のフラッグもありますね。俺一応1枚もらって帰って、チャンスを取るんじゃなくてもらって帰ることになってるまあ2月3月とまだまだこれからライブやってきますので、皆さん
俺のフェイスブック、それからアメバブログ、ツイッター、インスタグラムなどなどチェックしてくださいね。そしてまたな、二章さん、はい、なんか YouTube かなんか始めたとかなんとかって。そうなんですよ、YouTuber っていうか YouTuber とですね横浜銀杯も、YouTube で、いろいろ配信することになりました。銀杯チャンネルというのがありますんで、ぜひ登録してください。今 2話目まで行って、飛ぶのかっていうね、これ見てる人しか分かんない、飛ぶのか、飛ばなかったら放送しねえよって話なんですけど、飛ぶのかっていうのがもうすぐ、今週1ぐらいで上げてるんで、そろそろコンドルが見れると思います。よく分かんない人いると思いますけど、1回目は見たんですよ、まだ2回見てないですね。あ、そうですか。もう第1問も第2問はもうなってます。で、銀杯チャンネル YouTube で銀杯チャンネルやってもらえると、喋りすぎたら出てますんで、ベラベラ喋ってますから、はい、銀杯チャンネル皆さんぜひ楽しみにしてもらいたいと思います。いいですね。さあ、ということで、ここでスポンサーの話をしましょう。素晴らしい。この放送は365日24時間対応の江南中央駅すぐそばにあります、真心こもった葬儀をしてくれる清水公益社サバスホールさんの提供でお送りさせています。サバスホールさんはですね、24時間対応ですね。電話番号の方を言っておきます。0120-307-384 まで何かありましたら、急に困ったぞと、葬儀の準備って何やればいいのとか、わからないことでも何でも相談に乗ってくれます。サバスホールさん、0120-307-384 までお電話ください。そしてダンスを習うならここ、戸塚の地下1階にありますダンススタジオユニスタ。免許返納した方にもサービスがやってます。平戸交差点すぐそばにある車高架買取のアップル戸塚店、ね、ミニ四駆、ね、まだまだやりますね。今年春あたりにミニ四駆大会やりたいと言ってました。今日はお休みのヒロ君のお店です。そして、なんと、今年に入って横須賀にありますが横浜湾岸支店というのをねオープンしました。バチバチ行ってますね。戸塚区戸塚市をはじめ関東関西にも展開してます。植木屋さんの、ガーデンエクスプレスさんの提供でお送りさせていただいております。はいはいはい、はい、なんかやっぱしスポンサーさん前にやると気持ちが落ち着いて楽ですね。そうですね、いつもギリギリになっちゃうとスポンサー言わなきゃやべえみたいな話になって、そう、まあ、今日はね、スポンサーがヒロ君いないし松沼も来てないしすっごい楽。あ、やっぱそういうことってあるんですか。ありますね、やっぱりね、ヒロ君いつも俺いじめてますけど、やっぱり一応スポンサーですからね。はいはいはい、どっかでね、あれして席の下でバシバシ殴ってますけど。俺だからそれこそね、電話で、はい、この打ち合わせとかあるじゃないですか、はいはい、で登録してるんですよ、うん、プルプルパッて見た瞬間に戸塚税務署とか言うとなんか悪いことしてないんだけどドキドキしますよね。あれ、俺戸塚警察ともねなんか付き合いあるからそうだけど、プルプルパッ戸塚警察ってやっぱりドキドキするんですよね。まあそうだね、いろんな捉え方あるけど、そっか、俺なんかね税務署っていうとなんかね仲間な気がするね。お、助けてくれる方の感じ。いやいやいや、国税っていうと嫌だなって思うねでも国税が動くようになると億単位だからね。そうですね、だからそんなの聞くととか思うけど、はい、税務署さんはどっちかというと俺のイメージはなんかの、こっちサイド、身近な、そう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 、行ったら丁寧に教えてくれるし。でもそうなんですよ、だってさ、じゃあさ、ね、親父とかおふくろとか、年配の人でだんだんそういうことが書けなくなって、まあ、医療工事だけでしなくていいよっていうこともあるけど、はい、それをすらも知らないで行かなきゃって思ってる、はい、人たちもいたりとかして、でこう手伝ってあげて、もうこうこうこうだから大丈夫なんだよってね、うまくできてるじゃないですか、そういう、ね、ご高齢になって年金暮らしになったらばもうそういうのしなくても大丈夫とか、そういうことの説明もあるけど、それも一回やっぱ周りに子供たちがいない、ね、おじいさんおばさんはね、遡ってきて一生懸命こうやって一つずつ覚えていったりとかするわけじゃないですか、うん、そういうのにもなんかすごく税務署の人は俺優しく接してる気もするし、俺を黒とか親父の件で相談に行ったらもう、もうここ、これで お父さんが退職したらもういいですよとか教えてくれるんで、そういった意味では俺は税務署はそんなに仲間な感じ、うん、はいはいはい、国税やばいよねでまた坂の上にあるからね、本当に天気いい時にお年寄りなんつったら滑っちゃったら大変だからね、そうそうそう、雪の時とかね、そうなんです、それはちょっと意識した方がいいですよね、はい、またもう駅前からタクシー、すいませんちょっと距離あるけど、あ、距離短いけどお願いって言ってタクシー乗っかってきてくださいですよね。そうですね、ここ1ヶ月はね、ちょうど心配じゃないですか、
やすくあの優しくしようよっていう話ですよ、うん、税務署の周りは。そうですね、はいはい、でもその代わり昨日もあったんだけど話してたんだけど、今子供ってすごくちゃんと税金を納めなきゃっていうのを持ってるんですよね、うん、でその代わり租税教室っていうのが中学校高校大学専門学校とかあんまりやらなくなっちゃうんで、そうだね、子供が純粋に税金を納めなきゃって言ってたのが、うん、習ってなくなっていくから、そのうちに税金取られるに脳みそ変わっちゃうんですよね、うんうん、あれ大人の責任ですよね。まあそこら辺は難しいよね。だから授業あんましやってないんですもん、うん、ああそこそこ。だからもしも租税教室やりたい方は、租税教室とか租税という言葉を小学校とか中学で聞いたら、なんか農民の年貢みたいな話だった気がするんだけどな。そうですよね、確か。まああんまし事業も動いてなかったら調査なんかもしれないけど、ね、だからそのイメージが良くないんじゃないの、その年貢だとか取り立てみたいな感じになってるけど、これは社会を豊かにして自分たちに返ってくるものでもあるし、うんね、老人のためでもあるし子供たちのためでもあるわけだから、うん、まあぜひこれはですね、まあ、まあこんな不良な俺が言うのも変ですけど、まあ期日内に終わらせてもらいたいと。そうですね、俺もねやるのが遅いんで1月ぐらいからバンバン電話かかってきますよ、税理士から。あもうで年末調整終わったんだから何月に来るんですかとか言われてみたいな、ばっくれてますけどね。あでもちゃんと行きますよ、2月18日には終わらせてます。やべクロッと口が閉めちゃった。で期日はいつからいつまでですか。はい、もう一度お繰り返します、はい、今年は2月の18日月曜日から、3月の15日金曜日まででございます、はい、時間は、はい、午後4時で受付を終了させていただきますので、その点ご注意をよろしくお願いいたします。はいね、翔さんもだから税理士さんにちゃんともう領収書から何からちゃんと早く出してくださいね。はい、もうそれで俺も任せっきりじゃないんで、お、ちゃんと税理士のところまで行って、でお茶出せ飯出せって言って、で領収書持ってやると、これは女にあげた食事代だよねなんて言われちゃって、っていうところで大ちゃん歌さんの人生楽しみましょうでした。また来週までバイバイ。バイバイ、どうもありがとうございました。おはようございます。どうもありがとうございます。